幼馴染の柴君を気にしてみたり、ね、エリートの高千穂君にときめいたり、まあ、正直言うと見ててちょっと優柔不断なんじゃないかってね、思う、もうはっきりしなさいよって思っちゃったりする人いると思います、見てて、ね、じれったくなるとかね、で、最高の幼馴染と最良の結婚相手、今この場で選んでもらおうと。今ですか？はい、今だってもうすごい選びたい気満々な感じですもんね、もう服装から、ね、してもね、もう今かなり結婚する気満々な気持ちに今森川さんもなってるはずなんで、今2人から今ここで公開プロポーズしてもらってどちらがいいかっていうのを選んでもらおうと。僕今かなり劣勢ですけど大丈夫ですか？確かに かなり頑張らないといけないですよ、ね、相当頑張らないといけないの相当いいの出さないと、ね、任せください。さあ、じゃあこれ北村さんからいきますけども、ね、最高の幼馴染、はい、シチュエーションはどうしますか？まあ、幼馴染なんで、はい、幼馴染らしく普段会ってる公園みたいなのでいいかな。公園、はいはい、公園でプロポーズ、いや、それぐらいラフな方が良くないですか？そうですか。じゃあちょっと自分、お互いの二人の家、はい、途中別れるんですけど、はい、そこを経由する公園のどっちの時計台があって、はい、いつもここのベンチで座って喋ってるみたいな時計台があるんですよ。はいはいはい、うん、っていうシチュエーションでいきますね、じゃあ。わかりました。じゃあ座ってるんですか？座ってます。いやさあ、まあ、すごい、まあ、幼馴染としてというか、ここ最近ずっと会ってて、やっぱ楽しいなって思う瞬間がすごい多くてさ、なんか言うなら今なのかなって思って、ちょっと伝えたいことあるんだけど、聞いてくれます？聞かない。ちょっとね、ちょっとでいいから聞いてよ。分かった、じゃあちょっと聞くね。俺、あの、昔からね、ずっと、ちっちゃい頃からずっと決めてたんだけど、もう大人になった今だから言えることが一つあって、うん、俺の全てをかけて葵を幸せにするから結婚してください。慣れてんな。なんか慣れてんな。プロポーズし慣れてるだろ。初めてじゃねえだろ。いや、素晴らしいプロポーズ、大きな拍手お願いします。いい、これちょっと、ま、佐藤さんどうでした？まずは今のプロポーズ、あれ見たことがある気がするんだけど。ないないない、見たことないよ。でしたっけ？何だろう、でしたっけ？何が恋と嘘のワンシーンだ。違うよ。そんなことないよ。完全にそうだろう。そんなことない。しかも、まあ、予告編で見れるやつだろこれ。そんなことないよ、だってね。そうだろ。でもこのシチュエーションとこのセリフ、森川さんどうですか？ズキューンでした今。ああ、よかった、来ました。完全に亀裂は埋まりました。もう初めは全然目合わせてくれなかったんですけど、こう俺の全てをかけて葵を幸せにするってとこだけちゃんと目を合わせて言ってくれたんですよ。ズキューン、来た来た。よかった、大成功。よかった、大成功したよ。芝居言うとありがとうって感じ。、はい、さあ、こういう素敵なプロポーズの後、これはどうですか、佐藤さん、どうしますか？どういうシチュエーションでいきますか、これ。一方、そうですね、はい、じゃあシチュエーションは一緒で、公園で。公園で、はい、もう、はい、そしてどういう公園なんですか、それは。それはもう近所、家が近所で。何を言ってる？まあ、近くでよく会う感じの公園で、まあ一緒の感じです。一緒の感じ。一緒なんだ。これは何ですか、座ってんですか、立ってんですか、歩いてんですか？これはそうですね、立ってますね。あ、立ってるんですか？はい、立ってます。公園で立っている。はい、公園立ってます。あ、公園のどのあたりですか？公園の、まあ、時計台が近い感じ。時計台が近い、はい、同じ公園だね、それは。同じ公園で2人からプロポーズされるっていうね、はいはい、ね、どういうことね。じゃあいいですか？いいですか、はい、では佐藤さんの公開プロポーズお願いします、どうぞ。今日映画楽しかったね。うん、楽しかった。あのさ、うん、一生大事にするんで結婚してください。終了かな？やばい、こっちに来ないで、こっちに来ないで。終了かな？こっちに来ないで、ちょっとこっちに来ないで。今の映画楽しかったねからのジェットコースターみたいなやつ。何今の？いや、なんかさ、スって違う、あのさ、何ワンシーンで来たからさ、パニックっちゃって。で、なんかちょっと普通な感じで告白したいなと思ったんだけど、そうそう、思いつかなかった、このままで。かわいいね、かわいいじゃない。どうでした？どうでした？っていう声がちょっと聞こえましたよ。なんかそうですよ、ね、なんかちょっと笑わせたりとかすればいいんですか？いや、違う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 、これはもう今すごいストレートに言ってすごい滑っただけです。
いいですか、もう一回言っとく。いや言わねえよ恥ずかしいもん大きな拍手お願いします。大きな拍手お願いします。いやでもこれはこれでストレートにドンってきましたからね、はい、ストレートにね最高なのか最良なのかどちらを選ぶのかって。まあでもそれさっきのプロポーズの前の話もありますからね。組が一緒に食べれる相手と そんな大きなことですよ。食べれない相手とちょっとね歯が痛む、歯が痛くなっちゃうんですよ組食べると奥歯がちょっと、ね、そうか、そういう相性も加味するとと、こういう場合は2人ともお願いしますみたいな感じ、うん、ああなこのノリだったらすごい軽い感じになります。そうですねお願いしますとか失礼しました、さあどうしましょうか森川さん。選べません。やっぱ選べない。グミがそんなに強かったんだ。選べない。グミ大きいか。よかった、グミ大きかったよ。あれだけもうズキューになってもやっぱりグミかっていう。いやだってもう多分こう普段一緒に喋ってて、うん、めちゃくちゃ楽しいし、ね、一緒にいて楽しいけ けど、ああいう時に決めてくれない男らしさがないところがちょっとズバズバもうさとりあえず上げといたけどね、それが痛かったんだよ。で一方、はい、やっぱりなんかこう普段は、ちょっと違うよって喧嘩し気味だけど、しがちだけど、でもああいうところでしっかり決めてきてくれるっていうなんかこういいとこが2人ともにあるから、あ難しいけども、この恋と嘘の映画の中では葵ちゃんは選んでるわけですよね、どちらかをね。はい、選んでます。どちらかを選んでは、そう 見ながらこれどうなるんだろうとずっともうねハラハラするんですけど、最終的にどちらかを選んでますので、これはぜひ劇場の方で、ね、本編を楽しみに見ていただきたいというふうに思います。